フィギュアスケートの全日本選手権最終日、27日、長野ビッグハット女子フリーが行われ、ショートプログラム SP6 位の宮原聡子、22=関大は 143.27 点をマーク、合計 209.75 点だった。荘厳なオペラ、トスカの調べに合わせ、優雅に演技した。冒頭の3回転ルッツ、3回転トーループを決め波に乗ったが、後半のジャンプでミスが出た。それでも失敗はあったが、やれることはできた。課題はたくさんあるが、今回の経験はすごくいい材料になりましたと納得の表情。昨シーズン感じていた試合で不安になってしまうというメンタルの部分についても小さな手応えは得られたと思いますと収穫を得た。